江口くんと、はい。僕はこうやって話すのが、はい、もしかしたら初めてかもしれない。初めてですね。そうですね。なんか、現場で、こうがっつりと。現場ではちょっと距離を置いてたんです。ちょ、ちょ、ちょ、やめてくださいよ嘘、はい、置かれてたんですか、はい、ちょっと、はい。でも、えなんだ、なんか大きい人苦手です、僕。嘘嘘じ、え、嘘自分え自分より大きい人もほら、なかなか出会わないじゃないですか。そうなんですかでしょはい。でも本当に不思議な感じですよ。はい。ね。特に、江口くんは、こう、偉いから、はい、僕と違って。どういうことなんですか僕と違って偉いから、どういうことなんですかわざわざ、現場で低いマイクに入るんですよ。はい、宮野用の高いマイクが用意されていて、はい、まあ、正直出るタイミングがいつも一緒じゃないですか。はい、あの、懺悔と、はい。一緒に絡むシーンがね、はい、多いんでね。はい、なので、はい、僕がね、そのマイクに入ってしまうと、はい、リリチオマイクしか空いてないわけです。その時の江口くんの慌てっぷりったらなくて。ちょっとね、あれ僕もなんでこんなところ入っちゃったんだろうそう。もう横にまだあるのに、とっさにリリチオマイク見つけたから、とりあえずリリチオマイク、あ、ここ全然入らないと思って。腰ぐらいしかないんですよ、だって。マイク。びっくりして。ねまあ、わあ、すごい子が現れたなと思ったわけですよ。いやいやいやなのでね、はい、あの、そんなね、うん、僕らそんなにこう交流を持ててないわけじゃないですか。そうですね。なので今回そう、四字熟語をね、そうだ、サブタイトル決めなきゃいけないんですよ。だからそんな感じの僕らなんで、はい、もう決めました。おがっつり仲良くなろうということで。皆さんがもう決めていただいて、はい、四字熟語は他人行儀です。いやいやいや、それ詰まってないじゃないですか。それをもっと詰めていこうっていう。なるほど。他人行儀だった。入り口は他人行儀だったけどもみたいな。最後の最後にっていう番組にしていきたいなって僕は思っていますよ。わかりました。はい。よろしくお願いします。はい。はい。ラジオドアあやかし、他人行儀。ラジオドアあやかし、他人行儀。はい。この番組は、テレビアニメ、犬ボクシークレットサービスのシークレットな部分を毎回いろんな出演者がお伝えしちゃうサービス、てんこ盛りなラジオ番組です。江口くん。はい。自己紹介しようよ。あ、うわ、そうだ。最初の時点ですでにやってた感じがしたけど。わ、あ、アーバンってそういうことがあった。あ、他人行儀だから、いや、他人行儀だからじゃないです。はい、大丈夫。僕、今ので心の距離がぐっと広がっちゃった。広がったんだやばいやばいやばい。ああもう一個のね、あの、サブタイトルも、善と多難っていうのも。あの、思いついちゃったぐらい、ちょっとグッと距離がね。あ、そうだそうだ、ここがあった。って、わー、こうエンディングまでに僕はもう、スタジオの外にいるかもしれない。やめて。最後その他人行儀を紹介。自己紹介、あ、こんにちは、江口拓也です。宮野真守です、こんにちは。はい、ということで、はい、本題に入って。あ、そうですね、本題に。はい、本題に入ります。台本を読めばいいか。そのままね、はい、シークレットな部分をね、はい、毎回いろんな出演者がお伝えしちゃうサービス、てんこ盛りなラジオ番組でございます。はい、さて、今回は、メゾンドあやかし、1号室、綿貫管理役の江口拓也と綿貫のシークレットサービスである夏目懺悔役宮野真守がお届けいたします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、いやねえ、とっても楽しいラジオが始まりました。ちょっと待ってください。何がなんでそれ、なんかちょっと顔が何がですか、顔が笑ってない感じ。やっていきましょうよ。あ、そうですね、っていうことでしょ。よろしくお願いします。だって本当にこうやってね、あの、先ほどアバンでもね、喋らせていただいたんですけども、はい、こうやってちゃんと、あの、まあ、面と向かってというか、はい、一方的にね、あの、現場で僕がいじるだけだったんで、よろしくお願いじっていただいてね、ちゃんとお話をこうね、あの、こう膝つき合わせて膝つき合わせて、まあ、そうですね。つう、本当はつく僕ら尺の関係で足が足つく、足がついちゃうんです。膝がついてる、はい、なのでこう密着感でね密着感満載でね、はい、体も密着して心も密着していこうよ。心も密着で、あの、今回の趣旨にしていきたいななんて思いますよ。そうですね、他人行儀ぶち壊していくというね、はい、そう、はい、そういうね、ラジオにしていきましょう。はい、よろしくお願いします。ね、アフリカのエピソードとかもね、さっき言っちゃったけどもね、はい、本当に江口くんがでかくて困ってますよ。そう、いや、困ってる。出演者一同、本当ですか、はいはいはい、出演者一同困ってますか。そういうクレーム届いてます。嘘そういうことだ。大変でした、クレーム。僕全然聞いてなかったんですけど、え、滞りなくすごいスムーズに進んでると思ってたんですけど、あ、そうだったんですか。台本に影がもう出るみたいな。それはない。どんだけ高いんですよ。っていうクレーム処理が大変だったので、嘘、こんなクレームがあったんですか。そこの距離もね、縮めていきたいななんて思っておりますよ。はい、よろしくお願いします。はい、それでは参りましょう。ラジオだやかし、他人行儀。豆だぬきだからって、そういうこと言うでしょ。いやすぐなんでですか、キャラクターのセリフじゃないですか。ラジオドアあやかし、他人行儀。
仲良きことは美しきかな。イチャイチャルーレット、イエーイ。イチャイチャルーレットが繰り出す指令に僕たちがチャレンジ。指令をクリアすることに豪華賞品がゲットできるので、ここ一つに力を合わせて頑張っていきましょう。はい。ね、どんな商品があるかというと、はいはい、こちらでございますね。お願いします。説明、はい、こちら、こちら、一つ目クリアするとですね、イチャイチャルーレット、いろいろな指令が出てくるわけですね、ルーレットを出して、クリアすると一つクリア、お寿司か焼肉食べ放題、マジで。二つクリアで江口さんが何円ってもう円言っちゃったらもうあとはないじゃん。なんか一つ二つぐらいしかないじゃないですか。いや楽しみだな。二つクリアで江口さん、あ、僕が好きなガチで欲しいもの、うわ、50万以下でお願いしますって書いてありますけど、これガチでいいんですか。ガチでもらっちゃっていいんですか。50万相当でもいいんですか。嘘、そんな太っ腹なラジオ番組あります？ちょっと様子見てみよう。様子見てみよう。そうそうそう。ね、様子がおかしい。大人が言うこと信じられないから。うん。はい、そんなね、予算ないはずなんだ。ちょっと待ってください。予算の話はやめて、やめていただきたいな。まだ続きがあるから、ちょっと聞いてみよう。そうですね。もしかしたらここは本当かもしれないからさ。はい、うん。それで3つクリアで、宮野さんが本当に欲しいもの。お、ほらまた50万円以下。おやおや、はい。3つクリア。だから僕がクリアし、つまり2つ目クリアしないと、3つ目は、宮野さん。これも50万円以下。うん。で、4つクリアで、なんと、現金100万円をペアで。おわ俺別にこれテンション上がんねえぞ。ちょっと最初から取れないみたいな雰囲気やめてもらっていいですか。勝ってんだかんな、スタッフ、この野郎。やめてください、スタッフ批判やめてください。いや、これはこのラジオにそんな予算がありますか。いや、だから予算の話はやめてください。大人の話はだってこれ全部正解したら、はいはい、だって焼肉食べ放題どんだけ俺ら食べるか分かんないでしょ、はい、そうですよ。もうこれ何万いくかもしれないわけでしょ。そうですよ。ほんで、かつてもう2人が50万50万だったら100万でしょ。で、ペアで100万300万でしょ。ねえ、他のもの作れるもんだって。だからそういう大人なことはやめてください。このプロモーションのためのラジオをやらずに他のプロモーションできるもん。他のじゃない、ビーボクシークレットサービスのプロモーションったら300、まあ確かに300万で、いやでもこれは、ね、あのガチだって言うんなら、そうですよ、やってやりましょうよ。そうで、やってやりましょうよ。すっからかんにしてやります。すっからかんに。ちなみになんか欲しいものってありますか。なんだ、50万円以下で、なんでしょうね、うん、やっぱりそういうなんかね、欲しいものをこう膨らませていったらこうやる気が断然上がるというかね。そうですね。ガチでしょ。ガチってなっちゃうともう僕もう今うまい棒ですよ。何どうでした。明太明太味、うん、え、いいんですか、明太味。だからもうそうなったらもう僕はうまい棒の明太が一番好きなんで、もうそうなったらもう50万5万本ですけど大丈夫ですか。50万分の僕は明太ですよね。明太、うん、家に収まりきらないですよ。明太用の部屋を借りるしかない。言っちゃありますよ、そのスタッフにガツンと。いろいろ大変ですけど、10円だと思っただろう。50万円分だ。これがどっこい、5万本ですよ、5万本さあ江口さんは。僕この収録始まる前にちょっと電気屋さん行って、うん、パソコン見てたんですけど、うん、今そのパソコンが欲しいなと思って。本当のやつじゃん。先輩がこんなに頑張って。なんで、だってそういう番組でしょ。頑張ってボケてんの。違う。なんで自分のご予定を話してんの。違う。今だって欲しいものをね、そのままガチで。若手怖いわ。違う。だって、おい、嘘。本当に。怖いエイジだわ。エイジやめてください。怖いエイジ。世代って言ってください。世代でいいじゃないですか。このエイジ怖いわ。違う。世代でいいじゃないですか。まあ、ということでね、はい、まあそんなね、うん、まあ欲しいものも出揃ったところで。はい。これあるの？あ、そうですね。実際にこのアプリなの？これ。アプリがあるみたい。で、うん、これをスタート、ストップで。ボタン指令が書かれていると。はい。やりたいですね。じゃあ、それはどちらから？やります。じゃあ、もう。あ、じゃあ僕から行かせていただきます。はい。恐ろしい。おさせていただきますよ。お願いします。はい。ルーレット、スタートポチッとな。あ、ストップ。はい。すごい。本格的な。何ですか？苦痛？やだよ。何それ苦しく痛いと書いて苦痛ですか？あ、さらに苦痛のレパートリーもあるみたいですね。マジか、そんなに。僕たちを苦しめたいみたいですね。用意周到な番組でございますね。スタート！はい、ストップ。ダン、ダン、ダーン。はい。決定。相棒の名前で自分を褒めたたえるアイウェオ作文を完成させなさい。え？相棒の名前、ね、名前を使って、自分を称えるんですか？アイウェオ作文を完成させなさい。え？つまり、ミーヤーの、守るで、先輩の名前を使って、
自分の好感度を上げる。じゃ好感度とかじゃねえ。愛用作文を作りなさいと。いやいや、スタッフじゃないですか。なるほど。用意したのはスタッフ、これ苦痛だ、本当に。怖いエイジだわ。こっちは、エイジ世代って言ってください。怖っ。うわ。いや、苦痛ですよ、これ、完全に。ちょっと。本当ですか、はい、自分を称えるって何なんですか。じゃあ、人のふんどしで相撲取ってみなさいよ。取ってみなさいよ。わかりました。じゃあ、でも、これは宮野さんにガチで欲しいものを、やっぱり与えるためには。うん、ちょ、まだ、まだ、あ、そっか。そうなんですよ。全部順番にクリアしていかなきゃいけないんだもんね。一つ一つやらないと、やっぱり、お互いやらないから。ここでやっぱ取っていかないと、宮野さんにガチで欲しいもの、うまい棒、ね、5万本ね。いやいやいや、嬉しいよ。はい、差し上げるために頑張ります。はい。よし、ね、どころを知ってるね。うん、はい。では、最初に、じゃあ、僕が弾いた、宮野守の、みんな大好き。怖い怖い怖い。やだやだやだ、続けたくない。みんな大好き。続けたくないよ。いやいやいや言われても。ほうほうほう。いやいや言われても。の逃すところはありません。おお、まあまあまあ、でも言っても。おお、もうもんもんさせるぜ。うおお、ラスト、宮野守るの、ルールンルン気分でやっていこう。ちょ、お前何言ってんの。そのトーンで、そのトーンで突っ込むのやめてもらっていいですか。そのトーンドキッとするんでやめてもらっていいですか。みんな大好き、やいやい言ってるけど。の、なんだっけ、逃さない逃さない。まあまあ。まあまあ、言っても。もう。もんもんさせるぜ。ぜ。ルンルン気分でやっていこう。っていう人間だよってこと、自分は。どんな人間ですかね。なんか、うん、最終的に、うん、終盤にかけてぼやっとしたけど、でもみんな僕のこと好きなんだよってこと。違う、本当にやばい。1個目で言う度胸っていうのは僕はもう素晴らしいものがあったと思いますよ、スタッフさん。あ、どうなんですか、これは。これは、これは。丸、嘘、正解、あ、よかった、あ、よかった、うわ、すごい。評価の対象が、よく苦痛に耐えたと。このどれぐらい苦痛を味わったか。前から来るこのプレッシャーに。耐えたと。いやー、いやー、頑張った。汗をかいたのは久しぶりですね。いやいやいや。ドシンジの頃初めてのラジオ番組でかいたくらいの汗を。4、5年前に書いたやつを今初めてね。いやいや、すごいですね。やっぱ江口くんはすごいですわ。あ、よかった。あ、お寿司か焼肉食べ放題ゲットしました。え、これ本当なんですか。あ、みんなで行こう。みんなで。わかりました。行きましょう、行きましょう。よかった。行きましょう。あ、これはじゃあ次宮野さん、どんどん行っちゃってくださいよ。俺が今度指令をクリアしなきゃいけないわけね。はい、お願いします。ルーレットスタート。ストップ。タンパク。お、あ、飲食。飲食。なんだろう、飲食って。はい。ここで、ルーレット、スタート。はい、おぉ。早い。決断力が早い。ここでね、時間使っちゃうとね。あ、そうそう。あんま喋れなくなっちゃう。あ、そうか。決定。大人な。目の前にある飲み物の中から相棒が一番飲みたがっていると思うものを差し示せ。ほわ、なるほど。いろいろと今ね、目の前にスタッフさんが飲み物を用意してくれたんですが、はいはいはい、例えば、まあ、コーヒーね。はい、コーヒー、ね。うん、ちょっと苦めのコーヒー。うん、うん、うん。エスプレッソね。あと、お茶。お茶。水。水。そしてこれは何？栄養ドリンクですか？こんな可愛い栄養ドリンクがあるんですね。ね、美容系の。美容系の栄養ドリンク。栄養ドリンク。そしてこちら缶に入っているのが、うん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 。ん？これ何ですか？お、ねえ、見たことも聞いたこともないね。缶に入っているジュース、読めないんですよ。振り仮名とかね。そんなジュースはあります、日本に。ラジオで一番伝えづらい。何もかわからない。何もかわかんないんですけど。よくこれを用意しましたね、うん、またね。なんかね。コンプレパーって書いてある。合ってるかどうかコンプレパーって書いてあるんだけど。なんだろう、何ジュースなんだろう。多分ね、多分だけど、江口くんコンプレパーが飲みたいんじゃないかな。って。完全に言いたいだけじゃないですか、コンプルパー。もう僕はね、はい、江口くんのプロフィール調べてますから。お、本当ですか。うん。プロフィールにも好きな飲み物、コンプルパーって書いてある。書いてない。書いてない。いや、そんなことないよ。で、多分江口くんはこれが飲みたいよね、うん。相棒が一番飲みたがってるのは、はい。コンプルパーです。しかしこれ残念ながら、正解です。よっしゃ。これ僕、もうこのブースに入ってくる前から、
この飲み物がもう気になって気になってしょうがなくて、どんな味がするんだったらまずすごい気になるじゃん。あと僕がね、思ってるのは多分、多分ですよ。多分だけど一気飲みしたいんじゃないかなってね。あれ先輩、相棒は、先輩、コンプルパーを一気飲みしたいんじゃないかなって。先輩、先輩、ちょっと。一回も缶から話すことがなく、先輩、僕さ、靴さっき味わったんですよ。違うんですよ。これは僕はただ単なる考えなんですけど。考えなんですか？違ったら違ったで言ってもらえれば。そうなんですね。ただ、僕、これ、コンプルパー。したいなでしょうね、でしょう、やってもらいましょうじゃね、これね。あ、飲んでいいんですか、いいんですよ、だってミオさんが当たった。あ、そうなんですか、ミオ君がそうしたいんだもん。コンプルパー、だって、そっか、コンプルパー、あ、初めてだな、これ。あ、コンプルパーってうまい、なんかね、リターンさんの、なんかシューって言ったけど、今白い煙がちょっと湧き上がりましたけれども、え、コンプルパーいただいていいですか。まあ、じゃあちょっといただいていいですか。あ、もうどうぞどうぞ。あ、匂いは、うん、なんかトマトジュースみたいな、トマトジュースみたいな、コンプルパーがね、じゃあコンプルパー生絞りみたいな感じ、なんかそうですね、コンプルパーが結構ね入ってる感じ、いただきます。フルーツ系ですね、コンプルパー。嘘、メキシ君嘘、一口も飲めなかったじゃん。違うんですよ。いや、じゃあ今飲みましたよ、口に含んだ瞬間、なんか下、なんか果汁みたいなものがボボ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 ボ。いや、本当にそうなんですって。これこんな感じね、そんなバカ、いやいや、そういうの余計なものが入って、ちょっと飲んでみてください。余計なわけないんだから、ほら。これで美味しいですね。涙目涙目、あ、やった勝ち、もう勝ち、欲しいもの、すげえ、50万以下、僕らの芸人魂に。芸人魂にね。ただ、はい、二つぐらいだってことは、お前ガチでパソコン。あ、パソコン、嘘、パソコン、なんでこの番組。パソコンくれるんですか。こんな簡単にもらえるんだったら本当の言っとけばよかったみたいな。で、宮野さんね、うまい棒5万本ってね、いらない。ちょっと言っちゃダメそれ。じゃあ井口くんやってみよう、次の。そうですね、宮野さんにここで、ね、うまい棒をね、そう、宮野さんに。うまい棒をね、はい、ストップ、はい、宮野さんに。あー、コンプルパーまずい。まずいって言っちゃった、言っちゃった。まあ正式名称じゃないですからね。何、ハテナって、何ハテナ、嘘、何ハテナって、ストップ、何すか何すか、ハテナって何、ハテナ怖い、決定押すの、決定押して、河原で殴り合った後、お互いの強さを称え合う友情小芝居を即興で演じよう。え、これはてか僕の指令というよりは二人で。うわこれ宮野さんも一緒に大やけどなパターン。でも僕だけならまだしもね、これね、これはやっちまったな。これはちょっとね、これ江口くんやっちまったな。引いちゃった、ちょっとこれだけは当てまえと思ってたんですけども、これはどうしましょうか。これは許せるわけねえだろ。お、なんで、だってこれをクリアしないと宮野さんが欲しいもの手に入んないんですよ。お前はいつもそうやって綺麗事ばっかり。綺麗事じゃない、僕はちゃんと宮野さんのことを思って。うるせえよ。もう聞き飽きたぜ。お前の綺麗事もう聞き飽きたぜ。だってだってしょうがないじゃないか。いいパンチ持ってんじゃねえか。宮野さん、俺本当はこうなることを望んでたのかも。知らねえな。宮野さん、お前の成長を待ってたのかも。宮野さん。ガッシュ。もらった。人生でやったぜ。やったー。
底力にしちゃったぜ。マジで欲しいもの。やった。これ俺ら優秀なんじゃない？すごいですよね。3つもクリアしましたよ。やばい、全然もう他人行儀じゃないわ。結構ね、友情深め合ったんだもんだって。深め合ったね。予算大丈夫なんですかこれ。今んとこ俺らで100万以上使ってるってことでしょ。そうですよね。ってことは最後、4つクリアで、なんと。イチャイチャ、チャンスの指令なの？ここでなんと、イチャイチャチャンス。はい、次のスペシャル指令をクリアすれば、なんと、うん、4つ全部の商品をゲット。え ?4 つ?4 つ？え？全部？お金も？え？江口くん、なんですか？続きを聞いて。なんで？え？俺らはね、はい、手のひらの上で踊らされていたんです。嘘、こんなに汗かいてるのに。逆にクリアできないと今までにゲットした商品は全て没収となる。嘘、なんで、なんで。それではスペシャル指令はこちら。お互いの誕生日、血液型、出身地、そして昨日の夜に何を食べたかを言い当てなさい。嘘、そんなことってあります？リアルな方を教える。嘘。宮野さんの表情が、宮野さんの表情が一気に凍った。100万円ですからね、じゃねえ。おい、スタッフ。これ、成功したら100万円ですからね、じゃねえ。先輩、どういうことですか、これは。俺、ボケといてよかった。いや、わ、そうそう。当たるかもしれない。俺おめえのこと何も知らねえ。ちょっと、ちょっと、ちょっと、いいじゃないか。当たるわけがない。いや、もしかしたら当たるかもしれないですよ。俺おめえのこと何も知らねえもんな。誕生日。皆さんの誕生日か。うわー、なんか。ヒントとかもらっていいの？インターネットで調べてくればよかった。四季は？四季。どんな季節に生まれたの、あなた？あ、僕ですか？僕はどちらかというと、ちょっと暖かくなった後ぐらい。雨の季節前ぐらいかな。オッケーオッケー。ヒノさんはどのような季節に。教えない。嘘。いや、二人が正解しないと、全部もらえないんですから。なんでパソコン欲しいよ。梅雨。やばい。これ分かっちゃうかもしれない。どう血液型。うん。お父さんは何型？父は A です。お母さんは？母は B です。僕も宮野さんの血液型は知ってました。あ、違う。何ですか。血液型とはどうは？出身地は？はい。日本？いや、ちょっと待ってください。そこからですか？ちょっと広くなった。いや、どこかわかんないっぺよ。どこだかわかんないなぁ、これは。わかんないなぁ、これは。なこれ。ヤノさんはなんかね、こうなんか、は、なんかね、こう、ね。うん。ここ。俺、生まれも育ちの時な。そうそう、はい、東京の隣。言っちゃった。これいいのかな。これそうそう。そっか。東京の隣がいっぱいありますもんね、出身はね。昨日の夜何を食べたか、これはガチでいこうね。あ、そうですね。さすがにちょっと怒られちゃうと思う。どっちだろう。俺昨日の夜何食ったっけな。そこから、まあ確かに、あ、そっか。僕が正解したとしても、宮野さんが覚えてなかったらしょうがない。昨日って何ですか？え、ちょっと待ってください。昨日は何ですか？僕が聞きたいです。昨日って何ですか？昨日は昨日ですよ。あー、思い出したな。あ、本当ですか？あ、じゃあ、僕も。どうだろう。宮野さんが食べそうなもの。和、中、洋、どれ？聞いちゃってるじゃないですか。え、僕は和ですね。よし、じゃあ、かけるわ。あ、ちなみにじゃあ宮野さんは和中、洋。和です。和、ああ、そうですね。夜だろう。あ、わかった。はい、わかった。オッケー。はい。じゃあ、まず誕生日から行きましょうか。はい。誕生日から。あ、違う、全部言って。はい、まず宮野さん、6月8日生まれ。血液型 B 型。出身地千葉県。昨日食べたもの、サバの味噌煮、どや。じゃあ僕も読み上げますよ。はい。江口くん。はい。5月17日生まれ。A 型。青森。牛丼。江口くん、俺、6月8日生まれなんだよ。わ、
俺本当に6月8日も。嘘嘘、え、本当に本当に当てちゃったの怖っ、え、怖っ怖っ、嘘嘘嘘嘘。で、俺 B 型。B 型だから2個当てて、俺、埼玉だった、ね。あ、埼玉だった。うん。そう。肉じゃが、肉じゃが。あ、肉じゃがか。僕、当たったの、牛丼だけです。わあ、やっぱ。でも牛丼当たったんですよ、すごい。うん。俺、若さだから、これ。若さの象徴だから。いや、これちょっとびっくりした。え、B 型なの？僕 B です。はじめ B って書いたんだけどなぁ。もっと長く付き合えば。誕生日は22だったんで、プラス5だったんですよね。出身地は？出身地は茨城です。行き過ぎた上に。一括りにするのやめてもらっていいですか？両方行き過ぎた。ということで、ね、はい。で、ズベで、はい。ドゥドゥッドゥドゥッドゥドゥッ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 誕生日当てられた時はもうびっくりしたけど。本当に当たったんだ。しかも千葉県はうちの、母の実家の方なんで。わ、結構ニアミスしてたんだな。あー、なんだー、うそー。いや、何はともあれね。はい。僕らもう一文なしですわ。いや。一文なしは、はい。ということで。まあね、僕たちの絆の強さをね、ご覧いただけたんじゃないでしょうか。はい、以上、イチャイチャルーレットでした。はい。ラジオドアあやかし。他人行儀。ここで犬ボクシークレットサービスのとっておきの情報が満載のメゾンドあやかしくるくる回覧版からのお知らせです。犬ボクシークレットサービス月刊ガンガンジョーカーにて好評連載中、原作コミックス1巻から6巻絶賛発売中です。犬ボクシークレットサービスオフィシャルガイド0巻も好評発売中です。藤原ココア先生による30ページを超える各キャラクターラフスケッチ集や初公開設定、年表、さらに幻のネームを多数掲載。藤原ココア先生ロングインタビュー、書き下ろしコミックも収録された内容盛りだくさんでお送りするファンブックです。テレビアニメ犬ボクシークレットサービスブルーレイ DVD の第1巻が好評発売中です。今月4月25日には第2巻が発売開始です。別冊ブックレットキャストインタビュー集ボリューム1、特典 CD 犬ボクシークレットサービスサウンドトラックボリューム1、着せ替えリリチオペーパークラフト着せ替えパーツ、そしてイベントチケット優先販売申し込み券などなど、豪華特典満載の完全生産限定版も同時発売です。犬ボクシークレットサービスブルーレイ DVD は今後も続々発売予定です。第3巻は5月23日発売予定です。こちらの、完全生産限定版には特典 CD 犬ボクシークレットサービスエンディングソングボリューム2も同梱。なんとこちらにバンリと懺悔の歌うワンウェイが収録されていますので、お楽しみにということで。いや、はい、なんですか、え、なんすか、歌って変や。しょうがないじゃないですか。僕の力じゃないですからね。自分歌って変や。ずっと僕だって。わし、デュエットって聞いとったら。自分叫んどるだけやないか。そう、僕も宮野さんと歌えるってすごい楽しみだったんですよ。宮野さんの歌を結構僕好きで。あらもダウンロードしてるんですよ、僕、iPod で。え、ほんと？そう。うわ、嬉しい。CD 買えよ。何をダウンロードで済ませようと。嘘。iTunes。ありがとう、ありがとう。聞いてたからすごい楽しみにしてたんですよ。まさかのツッコミだけだったんで。びっくりしたと思ったんですけど、でもね、そちらの方もね、そう、楽しみにしていただければと。ねえ、してください。はい、お願いします。以上、メゾンダあやかし、くるくる回覧版でした。ラジオドアあやかし、他人行儀。さてさて、こんなお便りが届きました。お願いします。 はい、下僕ネームいちごムースさんからいただきました。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いつも楽しく犬ボクシークレットサービスを見させてもらっています。ありがとう。突然ですが。突然だな。いいじゃないですか。いいじゃないですか。まあ、そう言ってるんですから、まあ、聞きましょう。懺悔の能力である100目を使えるとしたら何を一番見たいですか。なるほどね。これからもずっと犬僕大好きです。応援していますとのことです。はい。懺悔はもうなんか未来も過去も、ね、人の心も、ね、パンツも見えちゃうわけでしょ。パンツも、そうですね。パンツも見えてしまうわけですよ。リリチオ様見られてましたけれどもね。何見たいかな。いろいろね、見たいものっていうのはいろいろ存在するとは思うんですけれども。いや、でも、将来かな。将来。嘘。そんな、将来見たいですか？ちゃんとやっていけてるか。嘘。そんな心配いります？嘘。なんか、ビアルさん、なんか、5枚上な感じしますけれども。1年後。嘘、結構
近い。一年後の自分結構近い。宮野さんもう10年、20年先の自分まで見越してみたいなイメージがあったんですけれども。そうですね。一年後の自分も。怖い怖い怖い。嘘。怖い。そんな、普通、キャラクターが急に。急に怖い、そんな怖いですか？世界、この世界怖い。この世界、今まで何を見てきたんですか？先輩、今まで何を見てきたんですか？江口くん、ド M なんでしょ？そうですね。まあ、クレジュ、苦労するとかやめてくださいよ。苦労するとかいいじゃないですか、別に。何が見たいですか？何が見たいんですかね？うん。でも、そうですね。でも、あの、え？女湯が覗いてみたい。マジかよ。マジタだなおい。ちょっとそんなお前漫画にしか出てくれよそんなやつよ。今ボソうわ超キュセ。最近のマイクいいマイクですからきっとボソっと言うても全部取ってますからね今全部。本当は、うん、今電車がどれぐらい遅延してるのか知りたい。か、女湯ってとき。か、女湯。マジかよごめんマジかよごめんな盛り上がって。ドエロやめてエロやめてくださいよ江口でエロって結構苦労したんですよ、僕。三髄抜いてエロって結構、僕。そこはね、自分のネタに持ってく。いやー、したたかだね。違うちょっとまとめようとしたじゃないですか僕なりに。はい、ということでね、お送りしてまいりました。ラジオであやかし他人行儀。はい。今回は、ここでお別れのお時間でございます。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。うん、お便り募集のバナーをクリックして、番組メールフォームからお願いいたします。結果1枚しか読めないですね。そうですね。一枚しか読めないことが続くんじゃないでしょうか。いや、もうね、次もね、どんどん来ますからね。はい。いや、でも、他人行儀、今回、なんかこのやりた、え？今日を経て、はい。もう、マブダチでしょ。わあ宮野さん！いやー、もう、それはもう、宮野さん！もう、実感しましたよ。ありがとうございます、うん、こいつは、はい、いい、のっぽだって。いい方ののっぽだって。悪い方とかあるんすか何があったんですか過去に。宮野さんの過去に何があったんですか江口君、はい、苦労するよ。苦労するレコするのやめてくださいよろしくお願いしますこれからも。はい。ということでね、次回も、南郷室の人たちがいらっしゃるのかね。うん。ちょっとお楽しみにしていただきたいと思います。ねうん、では、またお会いいたしましょう。お届けしたのは、綿貫万里役の江口拓也と、夏目懺悔役の宮野真守でした。バイバーイ！